紫柏進化紫柏進化万歴31年12月17日は中国秋代の構想。属性は陳氏。法名は沢山で中年を超えてから魔化となる。号は紫柏老人で、後世の人々は尊敬の念を込めて紫柏尊者と呼んでいる。南直礼蘇州府礼れ県の出身。秋代の四大構想の一人に数えられている。 5歳まで話ができなかったが、とある僧侶に会い、その僧侶がこの子は将来出家すると予言すると、そこから話ができるようになったと言われている。少年期は砲弾であり、酒を飲んではよく喧嘩に明け暮れていた。17歳の時、遊びで、蘇州町の門まで来たが、大雨が原因で、虎球総民閣と出会う。その翌日の早朝に民閣に出家を申し入れた。 性格は非常に豪直で気骨があったとされ、僧侶が酒を飲んだり肉を食べたりしていると、その場で出席したという。それも彼は戒律を非常に厳しく守っていたからであり、他の僧侶も彼を恐れた。二十歳で愚足会を受けた後、家言行と出会い、それから竹包み慶徳寺で三連に渡り、読書にふけた。そこで民格と別れ、ここから各地を回る。 アンギャの旅に出た。アンギャの途中、耳ちげを聞き、そこで悟りがあったと言われている。あい、山で、法召集を学び、その後北京にある法通寺に行き、ここで九年間学んだ。万歴七年に、石膏省加工府の地府であった、陸ッ空と共に大蔵強を無料で配った。最終的には、万歴十七年に五大山から正式に認められ、発行された。 これは、後世では、加工蔵と呼ばれている。カは各地を案略し、寺院の復興に努めた。現地の実力者が寺を占拠していると、官に訴え争うことも厭わなかった。この結果一生を通じて15以上の寺が復興を果たしたとされている。万歴14年に、山和区清から手紙をもらい、山の麓で出会いを果たす。これにより二人は、意気統合した。 山和区清氏が投獄されてからも、同志の冤罪を晴らすため奔走した。そのため実力者から睨まれ、弟子から北京を離れるように言われると、私は髪を剃っており、首を取られようと、今更のことだ。と言ったとされている。万歴十一年、万歴帝の後継問題において、あやがしかき事件が起こり、マカは、東林島の鎮護意と信仰があり、また弟子であった。 人礼誉れと、各正しい木の巻き添えを受ける形で、関東において投獄され、金威守るに拷問を受けた。判決を受けると、馬鹿は考え深げに、この世の法破格のごとく、何故久しくようかと言ったとされている。12月17日、目浴して正座し、ビルシャナ物を唱えながら、遠赤。弟子であった、衣装は、遺言により、遺体を、 北京の西郊外にある樹形寺に安置した。万歴32年に洪水により、遺体を計山弱小案に移すが、塔に水が入り、今度は海山に移した。しかし遺体は決して腐敗しなかったとされる。万歴44年に山徳区清史により火葬され、ダビンに付された。現在斜里は石膏をあまり食い計山門時台にあり、紫柏塔と呼ばれている。 紫柏進化360百科。baike.so.com。2021年4月13日閲覧。紫柏進化秋代4大構想の1、歴史記。w w w y a n g d j c o m 2021年4月13日閲覧。紫柏進化構想紫柏進化関助。 紫柏進化キビラ紫柏進化主家、趣もき歴史。www.qulishi.com。2021年4月13日閲覧。紫柏進化ノーピア百科。www.knowpia.cn.2021 年4月13日閲覧。ありがとうございます。